はようございます、はるです。今日はこんにちは、はるですじゃなくて、おはようございますということなんですけど、なんかね、朝から韓国料理が食べれる場所ないかなと思って、ちょっと最近探すのにハマってるんですけど、新大久保だったら24時間営業のお店が朝までやってるから、朝からまあチゲとかね、食べれたりするなと思ったんですけど、私横浜出身なので、横浜周辺でないかなと思って探したところ、横浜駅に朝7時半から韓国料理定食が食べられるお店があるということで、今回そちらに行ってきたいと思います。ちなみにね、今朝の8時ぐらいです。もうすごいお腹空いてて、もう早く食べたいので、それでは早速行ってきたいと思います。なんかね、今日ちょっとメイクを変えてみました。マージーの新しいマットリップです。はい、行ってきます。はい、というわけで今回は都内じゃなくて横浜周辺のお店なんですけど、横浜駅の中にあるオジョリという韓国料理店に行っていきたいと思います。まだ朝早いから結構閉まってるお店とかが多いですね。まだ早朝だから他のお店とかシャッター閉まっててやってない時間なんですけど、ここはね、横浜駅のオジョリ限定で朝からなんと全品455円で韓国料理の定食、朝ごはんが食べられちゃうんです。メニューね、こんな感じになってるんですけど、ちょっと値段見てください。本当にオール455円です。しかもドリンクバー付き。モーニングタイムは朝11時までやってるそうです。全ての料理に、お惣菜3点とソフトドリンクバーがついてきます。メニューを見ていくと、ヘルシービビンパとか牛すじカレーは何であるのか分かんないけど、冷麺、煮魚、スタミナカルビ、目玉焼き、納豆、納豆はちょっと韓国料理じゃないけど、こういう原骨スープ、骨、牛骨スープかな、サムゲタンがゆとかユッケジャンとか野菜クッパとかね、こういう感じの朝ごはんを食べることができます。ちょっと追加でお肉とか豆腐とか追加をすることもできます。で、これ飲み物がね、これがなんとついてくるんですよ。ソフトドリンクバー、ザクロスジュースとかホンチョですね、そういうちょっとね、韓国っぽいドリンクとかもあって飲み放題です。私が今回注文したのはヘルシービビンパセットです。こんな感じで、上はね、温泉卵が乗っています。正直ね、あんまり韓国のビビンパって温泉卵乗ってることほとんどないんだけど、日本の韓国料理のチェーン店だからね。でパンちゃんも、ひじきとかだったりね、ちょっと韓国系のパンちゃんではないけど、朝7時半から韓国料理が食べられるよということでね、結構珍しいんじゃないかな。7時半からってなかなかやってるお店ないよね。しかも韓国料理屋ってね。こんな感じでビビンパを自分でコチュジャンで味付けして食べていきたいと思います。で、席なんだけど、私一人で行ったけどね、カウンター席があって、一人ずつ座って食べてる、お一人様でも食べやすい感じになっていました。で、横とちょっと仕切りがあってね、今コロナでね、パーテーションがあって、ちょっと一覧みたいな感じで隣を気にせずにカウンターで座って食べることができます。もしね、行く方がいたら一人でも安心していけるんじゃないかなと思います。で、お味の方はどうかっていうことなんですけど、ビビンパとしては普通に美味しいです。韓国とか新大久保で食べるようなビビンパとはね、やっぱ違うんだけど、普通に美味しいビビンパでした。朝からこんな感じで食べられるんだったら全然いいんじゃないかなと思うし、しかもこれでスープとかね、パンちゃんとかついて、ドリンクバーもついて455円だからね、すごく安くないですか。で、7時半から韓国料理食べられるとこって、その新大久保の24時間営業でやってるお店以外ではちょっと聞いたことがないです。皆さんの近所とかに朝から韓国料理食べられるとことかってありますかね。私はちょっとここ以外知らないんですけど、で、私は今回ビビンパにしたけど、サムゲタンがゆとか野菜クッパとかそういう系だったらね、もっとよりユッケジャンクッパとか韓国に近いんじゃないかなと思います。ビビンパってね、意外とね、本場の味と日本の味ってビビンパ違うんだよね。何が違うんだろう。
まあ、K-POP が流れる店内でね、朝からこうやって韓国料理を食べられるちょっと珍しいお店なんですけど、このオジョリ自体はチェーン店だから結構いろんなところにあるっちゃあるんですね。でも朝ごはんをやってるのはこの横浜駅店限定みたいで、オジョリだからといって他の地域の店舗で朝定食がやってるというわけではないみたいですね。ちょっとあの横浜近辺に住んでる方ぜひ行ってみてください。私この時点で気づいたんだけど、ビビンパ微妙に足りないなと思って、私結構朝しっかり食べる方なんですよ。だからね、ちょっと追加でお肉を注文しちゃいました。すみません、スタミナカルビください。こちらですね、スタミナカルビです。300円ぐらいだったかな。まあ、あの普通の牛肉、味付けされた牛肉なんですけど、別にプルコギとかそういう感じでもなくって、これに関しては完全に日本のお肉とニラ炒めって感じだけど、味自体はねとても美味しいです。なんだったらビビンパに一緒に入れて、まあ、カルビビビンパみたいな感じで混ぜて食べても美味しいんじゃないかなと思います。なかなか朝からね一人でご飯食べながらちょっとレポートというか喋りながら撮ることができないので、こういうアフレコ式でねやらせてもらってるんですけど、新大久保は結構24時間営業の韓国料理屋さんが多いから、そういうとこだったらねもうそのまま朝ごはんも食べられるんじゃないかなと思います。そんなに多くはないんだけど、だいたいお酒出すお店とかだったりするしね、そういう24時間営業のお店に行って、次新大久保でまた朝ごはん食べていきたいと思います。前確か食べたのはキンパとかマンドゥクとかだったと思うんだけど、朝ってなったらなんだろうな、まあ、スープ系クッ系が多いんじゃないかなと思うんですけど、今度はね新大久保でまた違った朝ごはん食べてレポートしていきたいと思います。朝活っていいよね。しかもそれでね韓国系の美味しいやつが食べれたらねもっといいかなと思うんだけど、前あのお豆腐、台湾のお豆腐のお店とかね朝行ってきて紹介したと思うんだけど、あれ以降ちょっと朝活にハマっているので、これからちょっとそういう動画が増えるかもしれないです。というわけで朝ごはん食べてきました。朝だけど結構食べてる人多かったし、でねあれ私食べたビビンパ500円とかなんですよ。めっちゃ安くないですか。だから横浜で唯一朝韓国料理の朝ごはん食べれるとことしておすすめなので、よかったら行ってみてください。それでは今日はこんな感じ。